こんにちは。今日はたらこ豚弁当を作ります。たらこ豚というのはね、たらこと昆布と豚を一緒に焼いたものです。豚肉は切り落としのもので全然構いません。いきなりね、こうしてフライパンに乗っけて、お酒をね、かけるとちょっとふっくらします。あとね、お肉の癖が消えて美味しくなりますので、お酒をかけてもみもみします。切りやすいような形に、丸でも四角でもいいので、こんな感じにしました。塩昆布を大さじ1ぐらい、よいしょ。それからたらこです。だいたいこの1本ぐらいを、よいしょよいしょ、豚肉にね、しっかりとべったりとくっつけていきます。これで、もうほぼ8割型できたも同然です。これで火にかけていきます。よいしょ。あんまり強火だとね、焦げちゃいますから、ちょっとシューって言い始めたら弱火に、弱火というかね、弱めの中火ですかね、ぐらいにして、3、4分です。あ、シューって言った。たらこ豚を焼いている間に、副菜を作ります。きゅうりとね、みょうがのゆかりあえ、さっぱりした、箸休め的な副菜ですね。で、きゅうりを弁当に入れる時の、ポイントとしてはですね、これ洗って水気を拭いたきゅうりです。どうしても種の部分に水分が多いんですよね。で、それで漬物的にしてしまうと、ちょっとお水が出てきちゃうというので、この種をね、取っておくと、そうするといつまで経ってもシャキシャキの、周りにがね、びしゃびしゃにならない副菜になります。みょうがね、みょうがは、まあ、そのままでもいいんですけど、縦半分に切り目を入れて、これはね、スライサーが厚さ調整ができるスライサーなんですね。でなので、薄くも割と厚くも切れます。乱切りに、そうしましたら、ゆかりです。ゆかりはね、結構そこの方にお塩が溜まっちゃってるので、よく振って使うといいですね。これをだいたい、まあ全体的に結構多いなってぐらいかけてください。小さじ1ぐらいかな。で、あとはね、ごま油です。ちょっとだけ香り付けでね、結構いっぱい振っていますが、目にも美しい副菜です。はい、これで完成です。ちょっと開けちゃいますね。うわー、もう裏返さなくても、表面が完全に白くなっていれば、火が通っているかなと思ってから、少し安心のために加熱して出来上がりです。で、これね、熱いうちに切ろうとするとすごいバラバラになっちゃうんですね。少しね、粗熱が取れると綺麗に切れます。では、これで焼き上がりです。そうしましたらね、お皿か、こうしたまな板に出します。はい、それでは詰めていきます。はい。でね、豆苗はまあ、私は割ともう丸ごとこうちょっとさっと洗って、それで使う分だけ切っています。結構ね、ご飯に対して豆苗の量が多い方がご飯の感じが軽くなってね、美味しいんですよね。ハサミで、そうですね、2センチ、1センチとかでもいいかな、の方が食べやすいです。温かいご飯に混ぜてください。で、そうしたらね、またこれにもちょっとお塩を加えます。うっすらと塩味がついていると美味しいの で、これで、よいしょ。そうしましたら、たらこ豚を切ります。結構ね、押し切るような感じで切っていただくといいと思います。はい、副菜を入れたいので、ちょっとそのスペースを残して、よいしょ。はい、そして副菜を詰めていきます。たらこ豚弁当出来上がりです。